今日は初めてのアスパラの立系で伝えたいことを3点まとめたので、それをシェアしたいと思います。あんまり幅が広いと手が届かないこのマス目もですね、15センチのものと20センチのものがあるんですね。そうすると、まあ、30センチ分、まあ、ゆったりと立系することができるのかななんて思ってるんで。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。今日はアスパラ農場からの実況中継の日です。ご覧ください。こちらのアスパラ、今年初の収穫を終えて5月の10日の収穫を最後に立系を開始しました。もう立系に入って2週間が経とうとしてるんですけども、枝も広がってきて葉をつけようとしているアスパラもあります。背丈もだいぶ高くなってきて、もう高いものではこの辺私の顎近くまで来てるんですよね。去年一番背の高かったのがだいたいこれぐらいだったので、立系始めてわずか2週間で背丈は昨年のものと変わらないぐらいまで来てます。ちなみにこのアスパラ、2019年に種から育てて現在3年目です。今年ついに5月の初旬から約1週間初めての収穫を行いました。本格的な立系は今年初めてなので、やっぱりいろいろと迷ったり悩んだりすることありました。親方はじめ、今回は初めて YouTube でアスパラをやっている農家さんにも質問してみました。この動画では僕が迷ったことや質問したこと、これは伝えといた方がいいなと思うことを3点ピックアップして動画を作ってます。いざ立系をやろうとすると、いろんなところでこれどうすればいいのってことがたくさんありました。例えばこの支柱なんですけども、この支柱も資材は何を使うのとか、何メートル間隔で植えればいいのとか、土の中には何センチ刺してこの地上部は何センチ出せばいいのとか、支柱一つとってもいろいろありました。何でもそうですけど、聞いてるのとやるのでは大違いです。ちなみに支柱は僕の場合で言うと、この資材は中古のビニールハウスの資材をカットしたものです。そして3メートル間隔でこの支柱を植えていってます。土の中には30センチ植えて、そして地上部は130センチ出してます。ちなみに土の中に30センチ埋めるというのは、親方だけじゃなくて YouTube で質問させていただいたアスパラ専業農家さんも同じことをおっしゃってました。ですから、あ、多分30センチって意味あるなと思って、僕も真似して30センチ地中に埋めてます。こんな感じで今日は畝の幅、アスパラネットのマス目の大きさ、そしてハウスのサイドの広さ、この3点についてお話しします。どれもいざ立系しようとした時にどうすればいいのと思っていろいろ調べたり質問したことです。それではまず一つ目のこの畝幅ですね。畝幅は何センチがいいのかということについてお話します。僕の調べではこの畝幅は60センチにしている農家さんが多いです。僕の親方もそうですし、 YouTube で質問させていただいた農家さんもそうでした。で、理由の一つにですね、おっしゃってたのが、収穫期になった時にこの畝幅が広いと、こう収穫する時手を伸ばして取るのが大変だって言うんですよね。おそらくこういうことなんですね。この近くにあるものはハサミでチョキチョキ切って取れるんですけども、あんまり幅が広いと手が届かない、ネットが邪魔で手が届かないですとか、ネットを上に上げたとしてもですね、やっぱり遠いですよね。これのことをおっしゃってるんだと思います。確かにそうですよね。毎日の作業になるんで、ちょっとした手間が膨大な手間になります。ちなみに僕はこのパイプとパイプの間、畝幅は90センチ取ってます。ネットで調べてもですね、90センチって書いてあるもの結構あるんですよね。でもこれって結構難しいとこだと思うんですよね。何が難しいのかというと、ちょっと待ってくださいね。今はまだ3年目のアスパラなんで、生えてる範囲というのはとても狭いです。隣のアスパラ見ても狭いですよね。僕のアスパラはこの畝に対して根を垂直に張ってますので、年数が経つにつれてアスパラはこう横に横に広がりながら生えてくるはずです。今年は僕のビニールハウスは天井にビニールをかけてないので大丈夫なんですけども、ビニールハウスで立系する時の難しいところはやっぱりアスパラの蒸れだと思うんですよね。密集させすぎてアスパラが蒸れてしまうと病気につながるというふうに言われてます。そうなってくると、ある程度ですね、アスパラをこう離しながら立系していかなければいけないんですけども、僕の場合90センチありますから、そうすると30センチ広く取れるので、そうすると、まあ、30センチ分、まあ、ゆったりと立系することができるのかななんて思ってるんで、30センチの違いって結構大きいと思うんですよね。この辺もしアスパラ農家さんが見ていたら、ぜひご意見いただきたいところです。コメント欄からよろしくお願いします。2つ目はこのアスパラネットのマス目ですね。これが15センチがいいのか20センチがいいのかっていう話です。このアスパラネットというのは
ご覧のようにアスパラを風などで倒伏させない、倒れさせないために張るネットなんですけども、このマス目もですね、15センチのものと20センチのものがあるんですね。まあ、高が5センチなんですけども、されど5センチだと思っていて、結構重要なとこだと思うんです。これもですね、立計する方はしっかり考えた方がいいと思うんですよね。自分で貼ってみて、そして農家さんに質問してみて、今思うことは、これは20センチの方がいいんじゃないかっていうふうに思ってます。ちなみに僕のこのアスパラネットは残念ながら15センチです。まだ立計開始したばかりなので分かりませんけども、ちょっとマス目が小さかったんじゃないのかなっていうふうに今思ってます。僕のように若いアスパラだと生えてる範囲がすごく狭いので、こう伸びてきた時にですね、マス目が小さくて、こう結構このアスパラネットが邪魔になっちゃうんですよね。なんかこう見た目もすごいギュウギュウしてませんか。僕は農家さんに質問する前にネットで購入しちゃったんですよね。購入する時に、まあ、15センチと20センチどっちがいいのかっていうのをお店の人に問い合わせたんですけども、やっぱりお店の人はアスパラ作ってるわけじゃないので、まあ、15センチの方がですね、まあ、このマス目が狭いので風とか横揺れとかには強いんじゃないでしょうかみたいな形だったんですけども、まあ、やっぱりきちんと農家さんに聞くべきでしたね。確かに目が細かい方が横揺れには強いような気もするんで、まあそうだよなと思って購入しました。僕の場合は畝幅を90センチで想定していたので、15センチですと6マス分ということで、ちょうど区切りもいいんですよね。20センチ幅にすると90ってやっぱできないんで、それもありました。あとですね、質問したアスパラ農家さんからは20センチの方が片付けるときに楽だっていうふうにも聞きましたね。秋になって枯れた後、アスパラっていうのは全部根元を刈って、それをハウスの外に出して焼却するんですけども、その時にこのネットから引っこ抜くみたいなんですよね。でこの引っこ抜くときに、もうその時はもう枝ものすごい広がってますから、おそらくですね、少しでもこのマス目が広い方が引っこ抜きやすいんだと思うんです。そういう片付け面を考えても20センチの方がどうも良さそうです。逆にこの15センチの優位性って何かあるんでしょうか。今のところ僕は見つけられずにいます。最後に3つ目、ハウスのこのサイドを考慮に入れることです。これは支柱を刺した時に初めて気づきました。かなりマニアックなんですけども、作業をする上では結構重要なことなんじゃないかと思ってます。僕はこのハウスのサイドと、そしてこの株元ですね、ここまでの間を約90センチから100センチ取ってます。ですからこの支柱を立てるまではとても広々してたんですよね。今はネット張っちゃってますけども、このネットがないとするとですね、まだアスパラも生えてる範囲が狭いので、結構この幅って広いんですよね。でもどうですか、この支柱を立てると結構圧迫感ありませんかね。このビニールハウスはまだこのアーチパイプが比較的まっすぐ立ってるのでまだいいんです。ちょっと隣のハウス見てみましょう。今隣のハウスにいます。わかりますか、このビニールハウスのアーチパイプちょっと斜めに立ってますよね。ですから体の大きい僕にはこの肩のあたり、この辺の資材がすごく作業するときに邪魔になってしまうんです。ちなみにビニールハウスのアーチパイプが斜めに立ってるっていうのにはこれはメリットがあって、横風を受けたときに斜めになっている分逃がしてくれるんですよね。なので横風による倒壊を防ぐっていうメリットがあるので、これはこれでいいんですけども、作業をする上ではすごく狭くなってしまいます。ですから90センチ取ると作業スペースがとても狭くなるので、このビニールハウスの3列ある両脇は75センチにしてます。1マスこのように余してるんですよね。このサイドは5マスになってます。支柱を立てて思ったんですけども、このサイドのですね、除草、これが結構大変だなっていうふうに思ってます。なので僕はここに防草シートを貼ろうと思ってるんですよね。このアーチパイプから立ててる支柱までの間を50センチちょっと取ってます。なんでかっていうと、規格品の防草シートって50センチが最小だからなんですよね。もちろん業者さんにお願いすれば40センチでも30センチでも作ってくれると思うんですけども、まあ、そうするとおそらくコストも高くなると思いますし、まあ、なかなか入手できなかったりすると思うので、規格品で最小の幅である50センチがここに敷けるようにですね、僕はまあちょっと余裕見て52、3センチここを横幅取ってます。アスパラ農家さんの中にはこのサイドというのを全く設けずにですね、いきなり畝にしちゃってるっていう、そういう農家さんもいらっしゃいました。僕の親方のアスパラ農場もいきなり畝から始まってるんですけども、親方は自分でやってみて、やっぱりこのサイドには通路があった方がいいっていうことなんですよね。実際新しく今作っている親方のアスパラ農場ではサイドに通路を設けてます。ですから僕もちょっとそれを真似しました。このビニールハウスのサイドと支柱の間ですね、ここは自分がやろうと思っている作業をしっかり考えて設計した方がいいと思います。というわけで今回は初めての立計で気づいたこと、伝えたいこと3点をまとめてみました。
この動画が少しでも良かったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さよなら。